マンザナー強制収容所はアメリカ合衆国カリフォルニア州引用軍にあった日系アメリカ人収容所の一つ。正式名称はマンザナーアルフォーリロケーションセンター。現在はマンザナー国定史跡として整備、保存されている。日系アメリカ人が収容された10カ所の収容所の中で最もよく知られている。北アメリカ大陸において 第2位の標高を持つホイットニー山を含む、シエラネバダ山脈のふもと、モハアベ砂漠や、デスバレーに連なるカリフォルニア州、オーエンズバレーに位置し、南はローンパイン、北はインディペンデンスが、最寄りの都市。マンザナーとはスペイン語で、リンゴ園を意味する。日系人の間では、マンザナという音訳が使用されることもあった。1942年2月19日に、 フランクリン・ルーズベルト大統領が発した大統領令9066号によって翌3月に開設された。マンザナー収容所は最大時には1万46名を収容し、収容された総数は合計で1万1070名となった。1942年12月6日に収容者の暴動が発生し、保証は2名の収容者を銃撃した。 1943年2月に成立したレジストレーション法は、先制を行わない収容者をツールレイク強制収容所へ転送することを要求した。このために生じた混乱の後、収容者たちは収容所の環境を自分たちで改善し始めた。大戦末期には収容所中流軍は縮小された。また、多くの収容者が散策を許可され、狩りや魚釣りも許可された。 日本敗戦後の1945年11月に閉鎖されたが、収容者の大部分は財産を失い帰る家もなかったため、同所への在留を希望した。収容所では延べ135名が死亡し、そのうち15名が同所に埋葬され、残りは故郷の墓地に埋葬された。マンザナー収容所のほとんどの写真は収容者の一人であった。 宮武東洋とアンセル・アダムズによって撮影された。アダムズは、寄せ見店の大自然を収めた写真で知られているが、収容所を訪れるうちに宮武と親しくなり、彼を手助けした。宮武は、ロサンゼルスを中心に活躍した写真家であるが、レンズ、フィルム、フィルムホルダーを隠して持ち込み、後で収容所内の職人に、扉のついた木箱を作らせ、その中にレンズを隠した。 宮武の持ち込んだカメラは結局見つかり没収されたが収容所長は彼を署内の公式カメラマンに指定したため自由に写真を撮ることができるようになった当初は宮武自身がシャッターボタンを押すことは許されておらずこの単純な作業を収容所の職員が代行していた最終的に所長はこの専門的作業を問題なしと判断し 宮武が単独で撮影することを許可した。1973年に収容所での出来事をもとに、た小説、フェアウェルツー・マンザナールが発表され、これに基づいた1976年の同盟のテレビ映画では、パッド・モリタがゼナヒロ役を演じている。当時、カリフォルニア工科大学教授のロバート・エマーソンは、キャンプを訪問した際に、 毎日ブラブラと希望のない生活を送る収容者を見て登場心が芽生えた。当時、戦時研究の一つにグアユーレという植物からゴムを抽出する課題があったことからエマーソンは収容者を課題研究に従事させようと発案。1942年、アメリカ軍と収容者を解き伏せて収容所内に研究所を設立した。エマーソンのも研究所では 植物の栽培や抽出方法の研究が行われたが、あまりにも収容者に近づきすぎたため誤解が生じ、エマーソンは終戦と時を同じくしてカリフォルニア工科大学を追われ、イリノイ大学へ移った。建造物のほとんどすべてが1940年代後半に売却、解体され、土地は1942年から所有していたサンゼルス市水道電力局に返却された。 後年に収容所問題が取り沙汰されるに伴って、国立公園局によって、同地区は史跡として保存され、バラックとトイレが復元された。日系人アニメーターの岩尾隆元は、第二次大戦中に、この収容所に収容された経験がある。ありがとうございます。